はい、今ねどこにいるかっていうと、クロアチアのドブロクニクにいます。今回10年ぶり3回目なんですけど、そのドブロクニク、非常に好きなところですね。まあ、3回来るぐらい、4回目もまた来る予定ですけど、ここは本当皆さんのおすすめのところです。非常に雰囲気がいい。世界遺産登録の旧市街に今いるんですけど、旧市街の港、旧港ですね。新しい港が新市街にはなるので、まあ、旧港になります。旧市街の港です。でこれからちょっと目抜き通りの入っていって、って感じにします。また後日編集してアップします。Z9 で撮影するやつとかね、いろいろあるんで。でここのレストラン前利用したの、今回ちょっとコンマ利用しようかなと思って、撮影終わったらね、海鮮系の料理食べれて、ここからこういう景色を楽しむことできますね、みんなとね。だからここはちょっといいですね。でちょっと今からよし、こんな感じですよ。で昼間はもうあそこら辺もう明かりついてる家ですからね。で夜は夜でやっぱすごく幻想的な感じで、おしゃれな感じでいいですね。久々ですから、本当なんかいい感じですわ。でこれからちょっと目抜き通りの方まで行きます。これ港ね。でこっちのレストラン少し高めです。良さげなレストランだったらこっちかな。料金も少し高めですけど、あっちの方がもうちょっとお手頃価格、それっても高いですけどね、円安ですから今。でこのレストランですね。でツアーで結構、ね、ヨーロッパ人も結構ツアーでこうグループツアーで案内してもらってガイドに行ってあるんですよ。明日そのスリジアマシの店に行きます。この上のところですね。でここももう一つのレストランです。そっちも違うとこかな、同じかな、同じなんだテラスバー。ここもまあちょっとここからだと港があれだけど、そんなに遠目に見る感じかな。ここもおすすめです。でこれからこの門を入って目抜き通りに抜けていきます。別途でまたさっき言ったように編集してアップします。あと Z9 で撮影したやつでも行きます。これ一応スマホで iPhone で14 Pro Max で撮影します。 GoPro の方がいいかなと思ったんだけど、夜結構ブレるんですよ。夜の昼間の撮影は問題ないんですけど、 iPhone で手持ちでやった方がなんかブレ感がないんで、夜のね、あえてちょっと iPhone でやらさせていただいてます。でこれが目抜き通りの方です。この門をくぐって、でここら辺ね、綺麗なこれ広場ですけどね、時計台とかありますね、こういうね。だからもう街の雰囲気がすごくいいんですよ。で私はこの好きなところが、まあ、港もそうだしピレモンの近くもそうなんだけど、あと路地裏、人が住んでるんですよ、こう奥に行くとね。ちょっと高道になるんですけど、その坂道を登っていくと、まあ、住宅街みたいになってるんですけど、非常にそのここの旧市街の住人になったような感じなんですね。で今そこのところの路地裏レストランですね、路地入っていくとレストラン結構奥のものがあるんですけど、非常にいいです。でここの辺り旧市街のレストランですね、はい、10時ぐらいになると本当静かになります。はい、結構閉まったりするので、ね、でこういう感じです。ここから奥にさらに行くと、あとでちょっとだけ入ってみますけど、奥に行くと、さらに路地裏レストラン、でそこのところでちょっと撮影するとね、雰囲気いい感じですね。こういう感じですね。で奥行くとちょっと階段登っていくんですけど、そこのところの写真がなかなかいい感じです。でピレモンまでがだいたいさっきの港のところの門から 400m ぐらいですね。 500m ないと思います。なんでそっちの方ま でこうそこを初日利用しました。でちょっとこう入っていきましょう。まあここの旧市街に出してますね。ちょっとどういう感じかっていうと、路地裏がこういう感じなんですよ。こういう感じで、まあここ結構賑やかな通りですね。こういう感じで
レストランがあり、でこの道もう非常に雰囲気ですよ。でここのところですね、インドカレーか、インドカレー屋さんで、ここからこっちに進みましょうか。あ、こういう感じでちょっと行くとこんな感じですね。でまだ奥に行ってもね結構あるんですよ、お土産屋さんもある。こういう感じの雰囲気なんです。なので編集してしっかりとした編集してアップしますけど、簡単にちょっと今ノー編集でノーカットで編集でやさせていただきますが、こういうレストランで街のこの歩いてる感じが本当に非常におしゃれな感じで、で安全ですからなんかいい雰囲気ですよ。ここは本当に3回目ですけど4回目も必ず来ます。お気に入りの都市です、ドブロクニクはね、はい、本当にここはおすすめです。こっちも一応お土産さんありますね、こういう感じでね、はい、なんでこういう雰囲気ですね。ここら辺なんかちょっと見ていただくと、この先にちょっと写真撮ると写真映えしそうな、ね、インスタ映えしそうな感じのところです。で結構犬散歩してる人はもうこの地元の人ですね。たまにまあ近隣から来てで犬を連れて旅行を来る人もいますけどね、だいたい夜のこの時間に散歩してる人は基本的にはこうこの旧市街住んでる人ですね。でこういう感じですね。ここもいっぱい列車ありますよね。で登っていくとちょっとこっち行ってみましょう。こっちの方ですね、奥に行けば奥に行くほど、店が少なくなってきます。でも、いっぱいありますね、食べるとかいっぱいあるんですよ。今の時期は人が来る時期ですからね。で、さらに奥に行きましょう。こんな感じでね、そこも階段ですよね。でそこから一応もう雰囲気がいい感じで、その人があんまりいなくなるんですけど、店がなくなってくるんで、なんでそこのところでちょっと写真を撮るのもいいですね。縦に撮るといいですね。食べるとこいっぱいありますよ、本当に。これは非常に魅力度が高い、ところです。ぜひ皆さん来てほしいですね。ここは来たことない方はね、来たことある方だったらこの良さを実感してると思うんですけど、来たことない方は、こんな感じの雰囲気ですから、ぜひ来ていただきたいです。この辺のね、でこういう感じですね。ちょっとこっち行きましょう。裏路地すごいね。185cm、 190ぐらいかな、身長が女性で。でこんな感じです。ということで、ぜひね皆さんもね、このドブロクニクね来てほしいです。ちょっとメニュー通り戻りましょう。エクスカージョンズということで、ここから旅行会社ですね、メニュー通り行きましょう。ここはもう線閉めてますね。これは簡単なやつだな、ここはもう簡単に食べる。でこれがもうそこのところが目抜き通りで、もうピレモンの方ですね。すごくいいですよ。